ろ義足をもらうんですけど、どんな義足が できてくるのか分からないのでちょっと歩けるかどうかちょっと不安もありますけど楽しみです。そうですね。今日何日目ですか、義足を作り始めて。3日目です。3日目、日本ではどれぐらいかかりました？日本では1週間2週間待つのが普通です。おお、まあ、早いのはいいことですね。早いのはいいですね。クオリティは別として、はい、楽しみです。今ちょうど10時全体には貼ってないんだっけ。全体には貼ってないんです。全体には貼ってないんです。痛かったら自分の貼る。自分の貼るんだ。持ってるんだ、自分のパッドを。あ、くれって言ってる。んくれって言って、くれって言って、くれって言って痛いところに貼る。なるほど。じゃあこういうの もらえばいいのかな。言えばくれる。この人は全体に貼ってますね。あ、でも下の部分がまだ貼られてない、うん、あそこが一番痛い。あそこはなんか特別なの貼るのかな。熱いのかな。グラグラする。緩い。もう一個締めたい。グミレボーヘア。うん。Maybe later? もう一個、もう一個穴が欲しい。後でできる。うん。ちょっとグラグラする。歩いてる、歩いてる。余裕そうだ。全然グラグラ。グラグラして、やっぱり余裕じゃないぞ。でも見た目すごいうまく歩いてるよ。
際発生で股関節が固定されないそうです。グラグラする、足ついた時にグラグラする、フィッティングが合ってないと痛いっていうのもある。どっか出して痛くなる。痛みは多少ある。今はバランスが取れないぐらいグラグラしてるのかちょっと辛いかな歩いてるのを見てると結構バランス取れてるようにも見えたんですけど、あれは必死にバランス取ってます。必死にバランス取ってる。インド義足は思ってたのと比べてどうですか。いや、もうちょっと今調整すれば思ってたぐらいにはなるかもしれない。思ってたよ。この義足どうでした。正直に言って、実用的に使うのは難しいなと。どこが難しい。ソケットが合ってないから、おそらく膝は固定にせざるを得ないと思うんですけど、やっぱり膝が固定だと今自分が使ってるような歩き方、使い方はできなくて、かなり動きは制限されます。行くのいきなり、行けない位置まで来てからっていう風にしないと、アライメントがもったいない。それが良ければもうちょっと良くなる。今まっすぐ振れないアライメントがめちゃくちゃ、どっち側に向いてる？分回さないと触れないから、外側に分回してる。足の長さは？そうでもないけど、全然力が伝わってないから、これから大プールの方に文句というかフィードバックですね、はい、フィードバックを言っていきましょう。はい、はい、お疲れ様でした。今日はありがとうございます。